はい。皆さんこんにちは。ワンダルゲルイチです。では今回は、シンギレンド野望ベリーハードチャレンジ、マクベ編、続きをやっていきたいと思います。マクベのベリーハードのシナリオに、ランバラル隊を黄泉の国から帰還させて、参戦、攻略を進めているという内容です。で、ここまでにですね、オデッサ基地の防衛、インドマドラス基地、中国北京の攻略を完了して、今回は、オーストラリアトリントン基地に向けて出撃中というところです。すでにトリントン基地取り囲んでいる状態ですね。このままトリントン基地に突入していきましょう。攻略順調に見えて実は厳しい側面もあってですね。まずジオン宇宙軍。ここがかなり苦戦しています。圧倒的な物量を持って進んできている連邦軍の場合に、ソロモンに敵が迫りつつあるという状態ですね。そして残っているですね、連邦軍の地上における拠点、ベルファストとかそれに当たるんですけども、ここもですね、敵の部隊数がもう膨れ上がっているという状態。それに伴って、現在、ニューヨークが敵の襲撃を受けているという状態です。この南米ジャブローからで、北米大陸に向けて続々と連邦軍が出撃してきているというところありますので、なんとかですね、この辺り持ちこたえてもらっている間に、トリントン基地を攻略して、ベルファースト基地も攻略して、ジャブロー攻略作戦を発動していきたいというふうに思っています。では、トリントン基地攻略まで進めていきます。では、トリントン基地に突入しました。敵の部隊数79。ごめんなさい。味方が79、敵が62ですね。部隊数では有利に立ってますけども、敵の数ももうかなり膨れ上がってますね。トリントン基地攻略するときには、現状ね、70弱というところでしたけど、ベルファスト基地攻略のときには、さらに必要な部隊数が増えている可能性ありそうですね。マップ全体見ておくと、基地中心部には、ガンキャノン2、あとは、ジムスナイパーなんかも見えますね。それ以外で言うと、フィッシュアイの数がちょっと多いかなという感じがします。こちらの水陸両用モビルスーツは、ズゴックとゴックが主力になってますので、フィッシュアイ相手に多少損害が出る可能性がありそうですね。それに備えてというわけじゃないですけども、早めに、基地中心部を抑えて、フィッシュアイはね、撤退してもらえることをちょっと祈りたいと思います。では、3年生、ランバラル隊はじめ、主力部隊発進していきましょう。ここはできるだけね、損害は少なく、戦果は最大にと。いうのをね、心がけていきたいと思います。ルックンなんかも使ってちゃんと索敵もしていきます。進軍は順調ですね。3連星ランバラル隊、あとはマクベの専用グフ。この辺りを基地中心部に突入させて、一気に制圧。していきたいところですね。特に注意しなきゃいけないのが、マクベが撃破されること。これだけは絶対にあってはならない。これが起きてしまうと、その時点でゲームオーバーということになるので、それだけはないように気をつけながら、進軍はね、ガシガシ進めていきます。あとは潜水母艦が1隻2隻あってもいいかなっていう感じがちょっと今しましたね。ズゴックたちがダメージ受けた時の回復手段っていう意味がちょっとね、不足しているところありそうなので、そういう観点では、ちょっとあってもいいのかなっていう感じがしました。なので、この後、潜水母艦確保するっていう動き、考えてね、おきたいかなと思います。では、ランバラル隊から入っていきましょう。デザートジム、ジムカス、デブロックですかね。あとは、3連星。3連星も出して一気に、いい数削っていきましょう。順調に来てますね。デザートジムとジムスナイパーカスタム、ここに対してランバラル隊が攻撃を仕掛けます。前衛はランバラルのドム、それにグフ、後衛にはザクカイとドムを配備してあります。特に格闘がね、むちゃくちゃ強いというわけではないのですが、それでもやっぱりグフ前衛に出しているので、多少ね、攻撃の効率は良くなっているかなと思います。プロトタイプドムでやられたか。それなりの高コスト機体なんですよね、プロトタイプドム。パイロットが乗っていなかった分、撃破されてしまった感じですかね。では少し間合いを詰めていきましょう。まだ被害それほど出ていないので、削れるときに敵の戦力削っておきたいですね。ここは3年生がジムストライカーに挑みます。ジムストライカーはね、格闘結構強いので、できれば射撃戦で倒しておきたいですよね。射撃戦でストライカーを撃破できれば、あとは残っているのはタンクだけになるので、だいぶ楽になりますよね。このストライカーは強かったですね。それでもやっぱり3連星の前に撃破完了です。ここはランバラル隊です。ジムスナイパーカスタム、それにタンクですね、ここに挑みます。支援攻撃も入れてありますので、できればね、タンクを、2機撃破しておきたいところですかね。目論見通り進んでいます。今最大の敵がこのフィッシュアイになってますね。フィッシュアイを片付けるにはちょっとズゴックの数が足りなすぎるかなという感じがするので、このままいくと基地中心部を制圧して、フィッシュアイは外に退避してもらうっていう形になりそうですね。無理に今フィッシュアイと戦闘を重ねてダメージ広がるぐらいであれば、確実に基地中心部の制圧を優先して、フィッシュアイは外に撤退するのを、あえて見過ごすというのが良さそうですね。ただこの後のベルファスト基地攻略とですね、ジャブロ攻略を見据えて、ズゴック、ゴック、この辺りはね、量産していきます。さて、ジオン宇宙軍が本当にピンチですね。ギレン総帥の最前線で指揮を執っているという状態ですね。これ本来であればね、ラインハルトとか曰く、やっぱり最前線に指揮官が立つというのはすごく重要なことだと思うんですけど、このギレンの野望に関しては、ギレン総帥が自ら最前線で戦っているっていうこの状況、かなりね、微妙な状況にはなってきますよね。さあ、とはいえ残っている敵の部隊多くはありませんので、ここは決着をつけに行きたいと思います。これで基地中心部が制圧できる状態になりましたね。早速基地中心部は制圧してしまいましょう。で、残っているフィッシュアイは、先ほどからお話している通り、あえて見逃して撤退してもらって、制圧完了という形に持っていきます。ではラル隊で制圧です。基地中心部の制圧に成功しました。敵残存戦力を相当してください。順調ですね。ズゴックに被害が出ましたが、結果フィッシュアイは全滅させました。これでオーストラリア攻略完了になります。総帥から通信ですね。地上侵攻作戦は順調なようだが、連邦の戦力は確実に低下している。戦況を判断し、可能であればジャブロー攻略を開始せよ。ジャブロー攻略作戦来ましたね。これベルファスト基地の攻略をやめて、ジャブロー攻略始めましょう。というわけでですね、次回は、戦力を整えて、ジャブロー攻略作戦。これを、改めてですね、始めていきたいかなと思います。今、ジャブローの様子なんですけども、ご覧のように南米から発進した敵の大部隊がですね、北米に迫ってきている状況ありますので、これニューヨークに部隊を集結させて、洋上をジャブローに向けて進撃するっていうルートを取っていければいいかなと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。ビクトレーの大部隊もいますね。